今月もよろしくお願いいたします。早々と6月号のが、お手元に、配られていると思いますので、それによってまた説明したいと思います。よろしくお願いいたします。はい、6月号は初夏らしく乗鞍高原の表紙が、写真になっております。で見開き、で詩集が書いております。書生大西の需要と展開を探ると、ちょっと難しい題なんですが、大西について4ページにわたって、書いております。参考になればと思います。で読み物は今月はこれでおしまいで、あとお手本のページと進んでいきます。いつもの通りです。こんなことで従って、6月にも勉強していただきたいと思います。はい、では会社から、いつもの通り始めたいと思います。この古いという字は、ちょっと画数が多いですのでね、気を緩めると字がどんどん大きくなります。はい、こんな調子なんですが、今月はこの起筆ですね、最初の筆の入りですが、かなり強いですね。太く押さえすぎるっていうんじゃないんですが、この起筆のこういうところをしっかり、押さえ込みを強くするということですね。ぐっと押さえ込みすぎると当然ですが太くなりますが、適当なところでぐっと力をため込んで書くということですね。この筆圧っていうのは何ともこう、
言い難いものがあるんですが、まあ、自分で、何枚も書いてこう体得するしかないんですが、気質が強いですね、強い鋭い線で書くということを心がけてみてください。